前回もコメントさせてもらいましたが、キーパーに関しては170センチ以下の猫庭種をエディットで作って獲得するのはいかがでしょうか。そうですね、それもありですね。で、全部の能力を、1から99の乱数でやるっていうのも面白いですよね。ちょっと考えましょう。ディフェンスとかゴールキーパー能力が4とか8とかになる可能性あるんだよな、それだと。面白いので、チャンネル登録解除しました。は？ホセ・アルトゥーベ、MLB の中、最も背の低い選手ですが、俊足で打撃力もあります。スパッド・ウェップ、NBA で最も。もう、スポーツ違うんで。J リーグ見に行った時に平気で、衆の中って言ってしまって、周りがそわそわしてしまった。責任どうしてくれます？大丈夫です。僕が頑張ってですね、ほんとチャンネル登録者10万ぐらい行けば、衆の中もう、スタジアムでちらほら聞こえるようになると思うんですよ。絶対に10万人なんか行ける気がしてません。登録者2万人を超えていることですし、そろそろ声を出して実況されてはいかがでしょうか。猫庭さんがどんな声をしてるのか知りたいです。誰が喋ってると思ってるんですか？私が喋ってるんです、ずーっと。4年ぐらい。エトリってお値段以上ですか？お値段以上、エトリ。やめとけよ、お前怒られるぞ。175センチ以下でも低身長なのに170センチ以下で縛るのはド M 中のド M。 でも考えてください。相手がクロスを上げるたんびに、コーナーキックのたんびにめちゃくちゃビクビクする。これ気持ちくないですか？なんか僕はそれがやりたいなと思ってこういう形でやってます。今はね、まだ背高い選手がね、既存の選手がいっぱいいるんであれなんですけど、これから本当にそういうビクビクのサッカーゲームになっていくんで、よろしくお願いします。選手見していきましょうよ、コーナーのお時間です。ハムシク強くね。ハムシク、この時いくつ？飛び出しパサーダイレクトプレー、21歳。次、レノン、スパーズのレノンですね。強っ。96、96。ドリブラー、サイドペア、足速い。21歳、21歳流行っとんな、やっぱり21歳が強いですね。次、スコールズ、スコールズはもう鉄板ですよね、この時はね、間違いなく。鉄板中の鉄板でしょ、170センチ以下で作るならね。え、でも33歳か。そうかそうか、33歳なのか。なるほどね。そしてジュリー、ジュリーとね、メッシの共存っていうのもちょっと見たい気もしますけれどもね。え、強いな。年齢的には32歳。なるほどね。マルセイユのコネが見たいっていう話もあったんですけど、これマルセイユのコネ、これか。いた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 、早い。いいですね、コネ。コネありですね。あと、ジョルディ・アルバいますかっていうコメント来てたんですけど、ジョルディ・アルバは多分いないかもしれないですね。いなそうじゃない？多分この時バレンシアだと思うんですけど、バレンシア B だったのかな。いる？いないよね。ですけど、ラームがね、ちょっとドイツの名前が変わりすぎてて全然わからん。どれだ？あ、これかな？ローメ。ローメ。何ですか、ローメって。ドイツ人の名前変えておこうね。ちょっとドイツとかオランダとか多分違うんで。ローメ。これですね、ラーム。もうちょっと高くてもいい気はしますけどね。で、カレンダーを見るとですね、今日カップ戦なんですよ、カップ戦。フェイノールドとのセカンドレグ。今日も3試合やりましょう。あれだから、3試合やらないと進まないから、とりあえず交渉までね。今日は頑張って、おじさん頑張って3試合やります。で、セルティックかな。セルティックとリーグ戦やって、フェイノールド。フェイノールドと2回やんのか。マジンガー Z。行きましょう、試合が進む。スリートップが機能してるのかどうかっていうのもね、ちょっとね、まだ分かりません。私のレベルが至っていないせいで。リーベルマン調子悪いな。ただ、ヤリッチも疲れてるな。バーチャと死んでる。これバーチャと変えます、これは。いねえんだよな、でも。トップっていうか、ウィングできる人が。ハムスン行くか。マッコも死んでるけど、マッコはちょっと出てもらおう。ドド。この辺はでも調子いいからな。とりあえず行きますか、これで。エトリ。ニトリって言われてるエトリとちょっとじゃあ比べましょうか。フェイノルトの相手を。ファンブロンクホルスト。強くね、普通に。
まあ、1回リーグ戦で負けてますけど、ここは多分ね上位に食い込んでくるチームだと思います。このディビジョン2でもなかなかですね。え、いや、ウィーウィル6球かと思ったわ。ご機嫌いかがでしょうか。ウィーウィル6球、大会は2日目を迎えています。違うか。よっしゃ、行きます。奇跡、奇跡起こすんだ俺は。奇跡起こすチーム俺は。我々はパスです。え、まずくね。ほらほら、抜かれない。オーケー、ナイス、やりって。まあダメです、それは。やめてくれ。取れ取れ取れ、ナイス、リーベルマン。あ、これね、フェイノルト本気です。これ本気だわ、フェイノルト。やべやべ、早いんだって敵。え、オーブナー、あぶなー。ナイスボール、いけ。ハムスン初スタメン、キャプテンマーク背負ってるし、これあるでしょ、こういうの、こういうのがあるんです。ウィレ2009はないんです。サイド使っていこう。で、こうでしょ、来た、ハムスンだ俺が。あっ、え、うまいとここぼれる。やめてやめて、おぶねー。カウンターしかないんだ我々には。カウンターマンです。フラスルマンです。フラスルマン。いや、うまっ。ドドオッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。まずい、まずいぞ。オッケーオッケー、大丈夫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 。オッケーオッケーオッケー。ダン皆さんの出来にかかってると言っても過言ではないんですよ、我々のフットボールっていうのは。いい感じで走り込んでますよ。え、そうでしょ。体を寄せている。ちょ、待って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 。ここでボールをもらいます。いや、取れねえボール。体を寄せる。超いいボールですね今。ナイスブロック。さあラスト攻め、それラスト攻めだから。全然打てないシュート。どうしようかなこれ。いいよ、ハムスンで、ハムスン、ハムスン攻めや。シュートミート中行くんだ、こうや。あー、いや、いいよいいよ、繋いでいこう。中当てて、いいよ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 、ハームスのやれ、俺が。そんなことになるのか。あ、やばい、そんな一気に裏抜かれる。ナイディ、危ねえ。いい感じですよ、伝統の3枚替え。これでね、活性化します、我がチームは。危ないんで、は、あぶ、ちょっと止めろ。オッケー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 。中国でアップを始めた選手がいます。うまい。この後、そうそうそう、グティエレスだよ。時代はダメです。選択できません。まずい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 。どうぞ。いやいやいや、追いつけるかこれ。いや、もうカーソル勝手に変わるのやめて、マジで。オッケーオッケーオッケー。左方向へのクロスだったんですが、ここ通り前方へ。まずいまずいぞ。うわ、うまい。いいですよ、ナイス。オブネー、あるラスキン、俺の名前がラスキン、ダスキンと言われたことはあったけど、グティ、グティエレス。いや、惜しかったな今の。いきますよ皆さん、ニアの、あ、に、待って、ニア警戒されてる、もうやりすぎて、ニア警戒されてますこれは。え、完全にあいつ去ってんじゃん、ストーンで。ちょっと強めに切りますね、じゃあ。このチャンスを生かせる。ああ、しかしヘッドで勝って終わるっていうのは大切なこと。ついている、ほら、ボックスの中。ああ、ニア立ってんだよなあいつ、なんで、マジで誰だあの人。あるんじゃないか。ああ、うん、もう勝ったけど。
2試合合計でマッコお前ツルピカすぎだぞ。トータルで勝利しています。まあ良かったですね。まあまあポイントは溜まってって言ってます。勝ちたかったな、できれば。でこの人たちは大成長してくれているのだろうか。カップ戦の情報みたいです。カップ戦の情報、あそうか、アヤックスと戦うのか。でガラタサライが勝ったのか、ここは。なるほどね。結構壮絶な試合だな。でエバートンがポルトに勝ったと。はい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 。でセルティックとビジャレアルがビジャレアル。はい。でリーグ戦を見るとですね、まあ、エバートンとニューカッスルと我々は並んでるんですよ、勝ち点で。ですから負けらセルティックはない、8位か。負けらんねえな。ナポリどうした。いきましょうか、次の試合セルティック。一回352も試してみようか。352試してみようぜ。ちょっとでリーベルマン、ちょ誰がどうなってる。体力、あ体力回復してるね、みんな。リーベルマン、ヤリッチ、エル・ムバルキはあれでしょ、サイドバックしかできないから交代で、スタインです。ここスタインで、2ボランチにですね、あラスキンか、ドドとスタインじゃボランチで出てもらおう。ここがセンターバックで誰か入ってもらうか。じゃあバウマン入ってもらうか。バウマン入ってもらって、ドドと、スタインの2ボランチで、エトリはあれか、オフェンシブミッドフィルダーしかできないっけ。センターミッドフィルダーか。じゃあダンミナさん休んでもらおうかな。で右がマッコでしょ、左がバーチャットでいこうか。じゃあでカストロと、グティエレスで、カストロの調子がとてつもなく悪いので、下げます。フーケハムスン、ホイレンス、フーケいくか。フーケはトップ下だけ、あセンターフォワードもできるね。ナイスナイスナイス。これでいきましょう。じゃバーチャの能力もう一回見とこうか。セルティックとね、セルティックもさ、これ強い、ほらね、強いんですよ。結局ロブソンとかいるし、ハートリーもいるし、強いぞ。待って、早く獲得をしたいです、誰かを。オッケー、ちょっと待って。グティーレスデビルメンみたいな髪型してたけど、行くぞ。今日は雨降ったけど、降ってるけど、昨日みんなで河原で花火したい、誓い合ったろ。誓い合ったんです、昨日花火大会を行ったんですチームで。そしたらバーチャットがバカみたいにですね、あの線香花火を10本まとめて火つけてですね、あの危うくバズの足に穴が開くところでした。 B3 に穴は開いてました。そういうヒストリーがあります。おいおいおい、ファールですかね今の。ウィーユナイテッドボールになります。ショートパスで繋いでいこう。誰に合わせてくるのか。ほらばあちゃんの、なんだそのシュート。ナイスディーナイスディー、ばあちゃんナイディー。あ、352いいぞ、352いいぞ。これはアリマージャンだな、これ352。ああいや、溜めすぎたかな、ちょっと今のは溜めすぎた感があるかもしれない、もしかしたら。いや、一回フェイント入れてからのちょっといい感じだったんだけどな。ナイディ2トップで1-2が効果的なんじゃないかっていう説。ああ、いいディフェンスしてくるじゃねえか。これねスロー入れて、ちょっとエトリー、キンケル183cm 76kg、 ゆっくり攻めて、うまいうまい。ちょっと待って。ああ、危ねえ、アブリルラビー。紙一重。いやー、まあ、線香花火とかわけわかんないこと言ってる場合じゃないんで、こちらは。
マリーシアという言葉があります。はい、ずる賢さ、はいはい、これはやはり南米真骨頂ですか。よく日本でね、その言葉使われますよね、うん、それがいや、ワンツーでしょ、やっぱこれ、ほらグティエレス、あ、出た、えなかなか日本人には真似できないところだと僕は思いますね。えいや、そう、福田さん、マリーシアの説明とかどこ、こちらの解説してください。えこれはクリアになります。ばあちゃんが競り勝った、シュート目、えオフサイドかい。ばあちゃんが競り勝つなんて1年に2回ぐらいしかないんだぞ。あるある、あるやつ、戻しすぎ。いい形ですよ。中央に侵入していく。こういうことです。シュートする。もうシュートが打ち上げてしまいました。もう半分でもダメなんか、あの距離で。できてしまいました。この距離で半分も食べちゃいけないパティンか。シュート。蹴っ飛ばす。ナイスイバロフ。これ競り勝って絶対。なぜ？あ、オッケー。カウンター。ツートップカウンターシステム。無理だったんで一回時間貯めます。そのパス未収。さあ、もうそろそろ40分が過ぎようとしている。まずくね、今のも。チェックに行きます。え、おお、前を向く、ほら、来た、この後ですね、風景マジック。ナイス。素晴らしい。いや、ナイス。サイアンドゴー、今のフラスルで、やっぱフラスルいいな、この2009は。これね、完全フラスル効いてますもん、これ、ほら。エトリからのフラスルですよ、今の。スーバーラでしょ、これは。はい。いや、ナイスですよ、これ。もう一回見ちゃおうかな、この出どころを。オフサイドないでしょ、できるね。ほら。あ、ちょうど、ないですね。これで、こう、持つのも怖かったので、打っちゃいました。ナイスシュート。さあ、ウィーユナイテッド。あるよ、風景。風景マジック。いや、もう進み方してますよね。ほら、ばあちゃん。これが俗に言うばあちゃんスです。ダメです。うちらの殿下の方とニアコーナーってやつ。このボールどうだ、誰も来ないんかい。左からボールが入る。エトリの、あいつはトラップ。トラップがもう僕みたいなトラップになってたんで今。後半です。後半入って4分。ちょっとついてて、エトリ。いや、エトリ。やばい。あっと、危ねえ。ないで。ダメ。ないで。取ります。エトリがいいな。こういうことでしょ？フラスルって。なんで追いつかん、それを。さあ、グティレスがサイドに流れてからの。全然ダメなクロスからもう一回中に出してキックフェイントからのキックフェイント、ダメです。ヒメレス行こう。そしてリーベルマン下げるか、バレに行こうか。バレに、あとは風景がちょっと疲れマジシャンなんでハムスに行こう。ここでベンチに動きがありました。さあ、こういうとこからアーリークロス。え、待って、まずい、アブリル、おう、まずい。マクドナルド、ついていけ、ロブション、ついている。え、チャンス、ブー、おぉ、サーム41、シューの中だよ、マジで、シューの中、四角連打マン、オッケー。いやいや、負けんなって、グティエレス。うわ、アブリル・ラビン。持っている。クロスを上げるか。シュートに持ち込めな
なんでなんで、あばあばあば、あついている。やばい、むずい、逆サイドチェンジ、ナイス。手元の時計ではもう時間になります。じゃあロスタイムだから、オッケー。上です。1対0。いや危なかったですね。でも言うて危なかった。採点、採点見ましょう。セルティック最後に猛攻を見せました。風景かな、風景ですね。やっぱり風景いいですね。いや、オッケー、ポイント手に入るのがもうでかいから、私にとって1円でも嬉しい。もう上がってんのか下がってんのか分かんない。もうキックザカンクルー状態なんですよ。もう30歳超えてくるとマジで。オッケーオッケー、フェーノルトか次は。長友佑都の報告書が届きましただって。 30% 何が。リーグ戦情報見ましょう。順位表、まださ、勝ってんのか。エバートンもニューカッスルも、そう、名前をね、ちゃんと変えてきました。チーム名は全部変えてきました。ゴールランキングは、もうすごいな。ポルトのリサンドロ・ロペス、アシストはヤリッチ、違う、アシストはあれですね、うちのチームまんま頑張ってますね。じゃあフェイノルト戦、もう今日2回もフェイノルトとやるんかい。で、調子を見るとですね、イバロフはまあしょうがないとして、バウマンが疲れてるな。リーベルマンも疲れてる。リーベルマンでも94センチか。リーベルマン、じゃあ下げる。バレに行くか、調子良さそうなんで。で、ヤリッチはいるな。スタイン、バーチャット、まあいいか。愛しのマッコと比べます。待って、マカーイいるじゃん。はぁ強い。ちょっと嘘でしょ。マカーイ止められます、うちのディフェンス陣が。マカーイを。さあ、行くぞ。先ほどは同点だったんで、3-5-2システムで違いを見せつけます、私は。違いを見せつけるチーム、それがネコニア FC。違いを見せつけられないようにしたい。いける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 、これ、中にスルーで。なぜナイスオッケー。いや、初速の遅さなんなん君の。そう、デビルマンみたいな髪型はいいんで、初速の遅さなんで横も立ち上げて、真ん中も立ち上げて、ソフトモヒカみたいにしたいの、真ん中を。これ初速の遅さなんなんすかマジで。いや、ナイスナイスでしょ。でもこれはハンドっぽかったですけどね、むしろ。それはボールしたんで、釣り抜けてるんで、まあいいでしょう。超常現象はフットボールにはつきものなんでね。それは大丈夫だろ。嘘だろ、魔界早い。やばい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 。アブリル・ラビーン、ナイスボール。ばあちゃん、こういうことでしょ。チャンスだ。なんでよ。素晴らしい飛び出しでした。ループシュートのコマンドも入れたい。普通のシュートですからね、今これ。ディフェンダーが少し対応が遅れたんでね、ピンチになりましたね。今みたいなミス。コーナーでもねえし。いや、いいよいいよ、いい感じ、いい感じマン。いい感じマン。これは。ほら。ほら、ほらな、グティエレスだ俺が。おー、いや素晴らしいですね、これ。いいワンツーでした今のも。はい、素晴らで、伝説のニアコーナーです。いきます。で、伝説のニアコーナーです。いきます。あで、伝説のニアコーナーです。行きます。素晴らしい高さ見せましたけどもね。次こそは3度目の正直ってやつや。あ、強いか、強いわ。バーチャンス、中へ。なん
選手で活躍されていた頃、形に見えるおまじないみたいなのがあったんですか？お守りとかおまじないとか。おまじないってよりもスタジアムに入った時に、景色をよく見とくっていう。何の話して景色を見とくってよ。バンブロンクホルスター33歳の選手。ナイス、ゴー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 。ちょ、カストロは何止まったんだ今。カストロ173センチ、66キロ、シュートフェイントからコントロールシュート、ダメです。もうそろそろ40分が過ぎようとしている前半。うまし、うましだな、それは。左からのチャンスになる。エリア内にやめちくりー。あー、えっ、じゃあシューの中、マジで怖え。42分って、アブリルラビ、ある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 、え、超チャンスじゃんこれ。そうでもなかった。いや、超チャンス、超チャンス。え？ダイブじゃない今。ダイブにしか見えなかったんですけど。これはもうマッコにバツパスを入れて、マッコがこうです。全然意味ない。時間使っていこう。オッケー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 。いや、ちょっと緊張すんな。1対0だと。やっぱ2対0ぐらいで勝ちたいんですよ。奪います。体を寄せている。いやー危ねえ、魔界だけはちょっとマジで怖えから。バウン、ほら来た。この辺のターゲットがね、少ないんですよね。うまい、深そう、弱い。いやだからさ、その自分の左足の弱さ信じらんないみたいな表情すんのやめてくれる。いちいち毎回その表情してくるけど、外した後マジで。うまい、うまいんだ魔界がよ、もう抜け出しとよ。サイドのサポートあるのか。いや、いや、うまナイディ、はぁ、あぶなんで出るのそれが。マジで、おーしよ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 し。え、オフサイドか、びっくりした。え、柔らかいパス、あー、右足、えぐうまかい。まずバーチャーとのパスの弱さ何だった今。しかったですね。ただリズムは非常にいいですよ。あぶねー、あんなパスされたらもうダメです。それはバーチャーとはもうヒメレス絶好調なんで行こう。どうしようかな、エトリ変えるか。ダミナいけんのか、そのなんか大丈夫か体調は。オッケーオッケー、行きましょう。ちょ、ドド頑張れ。一人で駆け上がる。ドド。あくまで前へ前へ。ナイスドド。あ、出てない出てない出てない。なかなか。太陽の。ちょ、マジ中の中マジで。あー、バイ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 、ニア空いてる、ニア。あぶね。え、うわお、今真ん中空いてたな。ダミア頑張れ。あ、待て待て。待てヨニッチ。おっと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 。出ろ出ろ、ナイス、取れねえし。あらららららあらら、ナイスキー。いやマジ中の中。いやーこれクク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 。いやプレス早い、プレス早い。さあ残り時間あと1分ないか。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。オッケーオッケーオッケー。追いかける。いや、ピッ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 、はっ、あぶねー、ナイスゲーム、もう塩試合製造機。危なすぎる。3連勝。オッケー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 。これは、まあ、またグティエレスでしょ。もうグティエレスが活躍しちゃってんな。はい。成長を見せてください、私に。皆さんのもう上がってんのがもうキックザカックル状態だからな、みなんだもん。結構しかも今作これあれですね、疲労溜まりやすいんでターンオーバー必須みたいなとこありますから、それがサッカーなんですけどね。いやーよかったよかった、リーグ情報見ましょうよ。リーグ情報を2位ぐらいになってんじゃん。
マジで強えじゃんエバートンとニューカッスルが。マジで言ってる？ナポリどうした？まあそうですね、グティエレスが3ゴール目を挙げました。アシストはヤリッチ、あーそっか、なるほどね、追いつかれてきてるな。で D2 カップもですね、今日は1試合ありましてですね、フェーノールトに、まあ、引き分けだったんですけれども2試合合計で勝ちまして、次はアヤックスですね、カレンダー見て終わりにしましょう。ニューカッスルと試合やってポルト、アヤックス、なるほど、厳しいな、普通に強いチームいっぱいいるんでね、まあ、3-5-2 システムね割と良かったんで、ぜひですね、次回からもね 3-5-2 使っていきたいなって思ってます。ちょっと待って、ウィドゥカとオーウェン、え、マジで言ってる。次回はオーウェンとの戦いになりました。皆さんぜひ見てください。おすすめの選手ね、ぜひまだジャンジャがね募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。あとは見たい、能力見たい選手の方もね、ぜひコメントよろしくお願いいたします。複数得点取れるようになりたい。ありがとうございました。さようなら。